どうもシャーペンです。今回は明日のモンストニュース要素8月11日編ということで、いやこの1週間ずっと天魔の古城のことが頭の片隅にあって動画あんま作れなかったんですけども、さすがに今日から頑張っていこうということで、またいろいろと動画作れたらなと思います。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら、明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画で話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという動画でありますので、その辺はご了承ください。で今回参考にしていくニュースは2021年8月12日のものを振り返りながら何が発表されるか予想していきましょう。あということで、まずはというかいつもだったらね、注意点を最後に話してたんですけれども、これ最初に言った方がいいなということで、まあ、これからも最初にこの1週間の注意点のこと話して、まあ、予想に入っていこうかなと思います。で本日の注意点は、控えの冒険戦第3弾まもなく開催終了というわけでして、開催は8月14日の11時59分まで、まあ、日曜日の昼までですね。これ期間限定イベントでありまして、まあ来年4弾やる可能性はありますけども、まあ今挑戦できるクエストは復刻してないと思いますし、まあアイテムとかも引き換えできなくなるんで、できることは限られるかもしれないですけども、まあ忘れてないか今一度ご確認ください。まあ、ということで振り返り戻りまして、まずは超究極シンホルス発表。まあ印象としては、まあ道中はそこそこって感じなんですけど、やっぱボス2からパワースイッチも登場しまして、まあ難易度が一気に上昇するっていう、なんかやらしいですね。で鉄製キャラクターに関してはボスと HP 共有している雑魚が魔王でありまして、その魔王族に対してキラーと耐性がある、まあ、進化コートの軸に作られたクエストではあったんですけども、当時直近で追加された裏城2年生もギミック対応に加えて、まあ、キラー効果と大ゴーレの SS が優秀だったんで、まあ、この2強だった覚えありますね。まあ、これにまあプラスナナミンとかもいけるよって感じだった気がする。でこの3体はもちろん強いんですけど、今年やっぱり光属性大躍進の年でありまして、1月の乙骨ユータから始まって、まあ、フラパ直前のジャックザリッパーと、まあ、フラパ重心化のソロモンでだいぶ難易度が緩和されている。でこれに加えてベルゼブブとか、まあ、アムロさんとかもいて攻略法も増加しましたね。でそして今年の8月は、まあ、天魔が初登場したんですけども、まあ、長期風な周期でもありまして難しいクエストが続きますね。で今のところ属性の周期は、まあ、火、水、木ってこの一番スタンダードな順番なんで、次は光属性ではないかって予想はできますね。で、ダーインスレーブネネキリマルは属性限定のキャラクターが上位鉄製持ってまして、これが続くんかなと思ったんですけども、ルナがまさかのアゾットで鉄製取っていたんで、まあそのサポートキャラクターとはいえ、これはなんか規格外でしたね。で、しかも次の超級風、ガッチリハマったら、もう本当にまた評価上がるんかっていう、このキャラやばいんですけどね。またしても活躍してしまうんでしょうか。続いて期間限定イベント、モンスト夏休み2021、もう恒例イベントでございます。で発表されたキャラクターと性能簡単を振り返ると、十文字ライバーアルファ、今もそこそこですけども、当時はかなり希少なダメを原則壁対応を獲得しまして、で貴族性に対してはキラーと耐性で攻守優秀で、さらに短縮できる SS は壁ドンで、パワー型なんで倍率も高くて、さらに効果力を発揮することもできますね。で友情コンボの威力はパワー型なんで減退してしまうんですけども、まあ両方とも直接火力に繋がってこない、デメリットになってないってのもいいですね。このパワー型の弱点もいい感じを補っているっていう。で当時は直近重心化したエリザベスと共に28国の鉄製キャラクターとなりまして、まあ、かなり難関ステージだったんですけども、一気に難易度が低下しましたね。およそ4ヶ月でだいぶ楽になったっていう。で僕結構長らく28国のスタメンでしたね。まあ卑弥呼はちょっと下位になっちゃったんでもう使ってないんですけども、お世話になってました。で続いてがアザトースアルファ、コピー友情を持ってるんですけども、ただただコピーするだけでなく、友情ブースト超バランス型で、さらには自分の SS のブースト効果も乗って、まあ、かなりの倍率を乗せて放つことができるっていう。で地味にサブの超強長弾も内漏らしを防げて優秀ですし、まあ、ギミック対応力もダメを地雷減速壁って高いですからね。まあ、今年に入ってこういうコピーキャラクター増えてるんですけども、これネオ実装前ですからね、アザトースアルファは。まあ、だからこそこのブーストとか超バランス型とか乗せれたんじゃないかっていうので、まあ未だに貴族性のコピー要因ってのもそんなに増えてないんで、まだまだ僕は評価高いですね。持ってないんでね、結構羨ましいですよ、持ってる人。で最後がナスの余一アルファ、まあ、初めてポジションキラー獲得したキャラクターでありまして、ただ初めてながら投球 L なんで、まあ、画面の上半分にいる敵に対しては攻撃型と友情コンボが乗るレーザーとホーミングはもちろん、まあ、殴りに関しても効果力を発揮できますね。今年でいうところのエルマルー&コニールアルファ的な立ち位置で、僕アルファキャラクターって言ったらやっぱこういう性能が一番理想ではないかなと思ってますね。ロマン系のキャラクターというかも使っていて楽しいってのが好きですね。まあ、しかもナスの余一アルファは仕事もしっかりフェムトとか持ってますし、あとハシャトウの30とか独自の活躍をしてますね。まあというので、昨年の夏休みガチャのキャラクターはもう全員当たりでした。でさらにこの開催に加えて過去3回の夏ガチャも短い期間ですけども復刻しましたね。まあ、ということで2022年8月後半イベント何になるかって話ですけども、2019年のフラパレノンノアルファをはじめとする夏休みキャラクター重心化しまして、そっからずっと
まあ、3年連続ですね、8月の後半に夏休みガチャ開催っていうので、まあ、流れは続いていると。まあただ今年の懸念材料としてはすでに8月後半ワンピースコラボは決定してまして、まあ、無料コラボって可能性ありますけども、ワンピース側の公式サイト見ると、まあ、ガチャ開催の可能性ってのは非常に高いですし、今年はワンピースが夏休みガチャの代わりになるのではないかっていう予想はできますね。ただこれ思い出してみるとなんですけども、今年の1月はモンストニューイヤーのアルファイベントと呪術廻戦ゼロコラボが同時に開催していまして、前例があるんですよ。で、しかもこの発表の間隔といいますか、まずはアルファを発表してからその後にコラボ発表するっていう、これ今週発表して来週発表したらこれ完全に一致しますし、まあ、これも似ていることからやっぱり今年も夏休みしっかりあるんではないかなと思っております。なのでついでにキャラクター予想ですけども、まあ、やっぱりモンストクリスマス2021あたりからなんか路線ちょっと変わったなっていう、まあ、昔から比率的には高かったんですけども、よりその女性キャラクターで、まあ、人気とか知名度が高いっていうのは選ばれてるように思いますね。稼げるんですかね。あと今年開催されたアルファイベント全てに劇中キャラクターが存在している。まあこれも劇中は単純に可愛い系のキャラクター多いですからね、アルファにしやすいんかなっていう。であとこの4体なんですけども、このキャラたちがアルファになると、まあそのシリーズ内全てのキャラクターがアルファになったよっていう、まあ、ものになるよっていうところなんですけども、まあ最近フランクにアルファ登場してパスカルアルファ来るんではないかって予想できるんですけども、ただ他の3体これ結構長らくこの状況なんで、もしかしたら全員アルファになるよっていうのを確約できないですね。逆にもう来ないんではないかって予想もしちゃいそう。というのを踏まえて今年の夏休みのアルファの予想はこれ、はい、貴重アルファ、ウィンディアルファ、アネモネアルファ。イラストとしてもウィンディとアネモネが水着で、まあ貴重が割とその辺で着物というか、その辺ってなんだ、あのワトソンアルファみたいな感じの雰囲気で、まあ、合わせてくるんではないかなと思ってますね。劇中あとエビスがいるんですけども、なんか元からちょっと水着っぽいってのと、まああとエビ天娘で登場しているんで、まあちょっと一旦飛ばして貴重アルファではないかと予想してますね。まあただ問題点としてはもうワンピースコラボの開催決定していて、しかも同時に開催されるんで、ワンピースコラボの詳細が分かってからこっちを引くってことも可能なんで、まあよっぽどイラストに力入ってるとか、もう性能がやらかしてるとかではないと、もうユーザーのこのオーブの財布の紐は緩まなそうですからね。まあ、ちょっと早起きしますけども、夏休みキャラクターは天馬鉄星で、ワンピースキャラクターが、まあ、初心者向けといいますか、汎用性が高い系のキャラクターになったら一番丸いんじゃないかなと思ってますけどね。いやでも僕の予想としては先週ちはやめ発表されてますし、こっから1月を思い出すようなガチャラッシュが始まるんではないかなと震えております。で発表された重心化がアンソニー、砲撃型から放たれるトライデントレーザーとスクランブルレーザーの2種のレーザー友情に、まあ、超短縮できる SS で、まあ、友情コンボの分身をセットできるっていう。で結構アビリティも豊富で、割と通常キャラクターにしてはもらってる方だなと思いますね。まあ、鉄製クエスター近畿の9国とか、まあ、14国とか昔のクエストの鉄製多いんですけども、まあ最近だと超絶クエストとはいえチャクラで強かったですね。で明日の重心が怪予想と、まあ、闇属性はオスヘローでもショコラでもなくファントムでしたね。まあでも2018年後半重心化、まあ、ファントムはだいぶ年末でしたけども、その辺多いんで、まあ、そっから来るっていうと、まあ、ニーベルンゲンあたりですかね。まあただ結構近い時期にシェヘラザードも重心化してまして、2人とも、まあ、地属性貫通ダメ用なんで、なんかたまに間違えちゃうんですよね。まあこれでシェヘラザード来たら悔しいな、ニーベルンゲンで。で一応本当に大穴予想をしておくと、まあ、2015年夏休みキャラクターの回ですね、この3体。もうワンチャンフラパかなと思ったんですけども、まあ、しかも今回天馬の影響で、まあ、ノーアルの需要も高いですし、まあ、それに合わせて回になったら引く人は多そう。で8月後半は完全にワンピースコラボが主軸になっていくってので、まあただ問題点としてはもうすでにノーアル割と、まあ、アーキレットで強いですし、まあ、アーキレットでハマった瞬間もうレベル1000系使っちゃったよって人は割といそうなんで、まあ、そういう方に向けて考えると、まあ、今年はなく、まあ、来年フラパーとかの可能性の方が高いかもしれないですね。まあということなんですけども、最後がワンピースコラボ事前キャンペーンの発表ということで、これ先週告知されてまして、でワンピースコラボの詳細発表は17日のモンストニュースでありまして、なんか映画のネタバレも15日までダメらしいんで、まあ、明日の発表はワンピースのキャラクターこれだよとか、超級これだよってのはなしで、まあ、本当にモンスト内でのキャンペーンですね。それが発表されるんではないかなと思われます。で、まあ考えられることというか、もう単純に期待してることと言うんだったら、まあ、ワンピースコラボから始める人に向けてのキャンペーンというか、まあ、新規の方、復帰の方に向けたモンストを始めやすくするキャンペーン。で、あとまあ個人的ですけども、やっぱり天魔の古城によってめちゃくちゃアイテム使ったんで、なんかそれ欲しいなっていう。あれを補填という言い方もおかしいですけども、ちょっとアイテムくださいと思ってますね。いやでも何するんだろうな。まあただ一個思ったのは、この時期例年アゲインガチャ開催されてまして、まあ去年は来週発表だったんですけど、来週やっぱ発表したとワンピースコラボと被っちゃうんで、まあ、ここで発表して週末開催で来週はワンピースって感じで繋がりますし、あとリセマラに関しても最近アップデートでめちゃくちゃ、まあ、演出が短縮しやすくなったんで、アゲインガチャ本当に演出が長いこと以外は結構リセマラに向いていたと思ってるんで、割とこれ事前キャンペーンとしては完璧ではないかなと思っておりますね。
まあ、ただそれ以外ちょっと迂闊に予想できんな。オーブ配布とか言いたいけど何の予兆もないし、個人的にはアゲインガチャとなんかちらほらアイテムくれたらもう大満足です。まあ、本当によく言うんだったら得得るのその、はい、ということで明日のモンストニュースは、まあ、新たな夏ガチャの開催はあるのかで、ワンピースコラボの事前キャンペーンとは何なのかってのが注目点でございます。また結構これも情報量ありそうですのでぜひ視聴しましょう。よかったらコメント欄の神谷さんの予想妄想感想をどんどんお書きください。あとついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんでよろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さよならサマー。